リー・ラブリークとウラジーミル・ウラジーミロビッチ。マヤコフスキーは20世紀初頭のロシア未来派を代表するソ連の詩人。両親ともにコサックの出でグルジアの乾村、バクダジで生まれる。1906年に父親が亡くなると家族と共にモスクワに移住。そこでマルクス主義文学に傾倒するようになり、またロシア社会民主労働党に加わるようになる。 その後ボリシェビキのメンバーとなるが、このため3回逮捕される。東国中に試作をはじめ、バイロン、シェイクスピア、トルストイ、アンドレー・ベールイ、コンスタンチン・バリモントなどを読む。1910年の釈放後、ダビド・ブルルークと出会い、ブルルークに詩人としての才能を見出される。さらに、ベリミール・フレーブ・ニコ・フラと共に、立体未来派を形成する。 1911年モスクワ会が彫刻建築学校に入学。数年後に政治活動を問われて中退するものの、そこで後にロシアアーバンギャルドを担う芸術家たちと開校することになる。1912年に未来派文集、社会の趣味への平手打ちに参加。その中に召集された夜、朝は政治的なメッセージを持ち学校を中退する原因となる。 第一次世界大戦では兵役に志願するも断られ、軍の自動車学校に勤務1917年の10月革命を目撃し、赤軍に参加した水兵を鼓舞する左翼更新曲を発表する。マヤコフスキー以前のロシア誌は音説、アクセント誌法が盛んだったが、マヤコフスキーは別のリズムを作り出し、日常語や族語、奇抜な言葉遣いを導入した結果、 鮮烈な叙情と言語実験とを結合させることとなった。マヤコフスキーの手がけたポスター、寒いのは嫌だろう。植えたくもないだろう。食ってみたいだろう。一杯やりたいだろう。だから、すぐにでも突撃作業班に加わ,われというコピーが、マヤコフスキーの作革命後は、風刺激、ミステリアブッフで好評を博し、共産党のプロパガンダポスターの制作にも関与。 評論や映画シナリオも書いた。1923年に芸術左翼戦線を結成し、ソ連初期の芸術界をリードした。私生活では1915年頃に知り合った女優のリーリャ・ブリークに好意を抱き、深い関係となる。リーリャはすでに劇作家のオシップ・ブリークと結婚していたが、オシップはマヤコフスキーの才能を買って、二人の関係を認めた。 後にはオシップを含めた三人での同性を始める。キーにも見える。この同性生活は、アレクサンドラ・コロンタイアのフェミニズムの主張が若い、知識層を中心に浸透していた、当時のソ連では、時代に先駆ける新しいモラルと返された。ただし、リー・ダブリークとの恋愛関係自体は1923年には終焉を迎えていたが、その後も終生にわたって、 夫妻と、私生活を共にした。1925年、マヤコフスキーは、西欧と、アメリカ合衆国に、約半年間の外遊を行った。ニューヨークではロシアからの亡命者だったモデルの、エリー・ジョーンズと交遊し、ジョーンズは後に、娘、エレーナを生んでいる。また、1928年に外遊した折には、パリで、 タチアーナ・ヤーコブレワという女性と恋仲になり、真剣に結婚を考えるほどになったが、ヤーコブレワがソ連への帰国に同意せず、実現しなかった。帰国後の1929年5月、ブリーク夫妻から女優のベロニカ・ポロンスカヤを紹介され、亡くなるまで交友を持つことになる。ブリーク夫妻には、チェーカーでの活動歴があり、 後の研究で3人が同棲した居宅には1927年頃から多くの大ゲーペイウーインが出没しており、その中にはマヤコフスキーの死後にその検証に一役買ったヤーコフ・アグラーノフも含まれていた。マヤコフスキー自身はブリーク夫妻のチェーカー歴を知っていたとされ、また大粛清以前のソ連社会ではチェーカーインはむしろ尊敬の対象でもあったが、 その一方で1929年以降は政府から批判の対象となった当時のマヤコフスキーほど秘密警察員によってあらゆる方向から包囲されていた詩人は他に誰もいないと呼ばれる状況にも立ち至っていた。前期のエディ・ジョーンズは後年の改造でマヤコフスキーはリー・リャブリークが自分の行動を逐一 NKVD に報告しているのではないか。 と恐れていましたという証言を残している。数度にわたる外遊が,がブリンク夫妻からの闘争だったのではないかという説を唱える研究者もいる。1929年、マヤコフスキーはソ連共産党に近いロシアプロレタリア作家協会から激しい批判を受けていた。翌1930年2月、マヤコフスキーはラップへの加入を表明する。この時期のマヤコフスキーは 精神状態をひどく悪化させていたと関係者の多くが回想している。その最中の4月12日、ボロンスカヤとの感情の対立が原因となり、遺書を認めた。その日、ボロンスカヤと会って平成を取り戻したが、翌4月13日に面会を拒まれたことで再び、不安定な精神状態となる。4月14日朝。 自宅に連れてきたポロンスカヤが芝居があるからと退出しようとしたことに激構、彼女が驚いて、これから夫と劇場に説明した上でこの家に転居すると述べて自去した直後、自室の中で銃弾により倒れている姿が発見され、そのまま死亡した。死因は当局により自殺と発表された。遺書には、みんなへ、僕は死ぬ。誰も責めないでくれ。噂を流さないでくれ。 いい方法ではないが、これしかないと書かれており、さらに、世に言う、一件落着。愛のボートが生活と衝突して、粉々になったという詩が書かれていた。4月17日の葬儀には15万人の人々が3、列し、レーニン、スターリンの葬儀に次ぐ規模となった。マヤコフスキーは、モスクワのノボデビチ墓地に埋葬された。後に、愛人のエリー・ジョーンズ。 そして娘、エレーナの遺体が墓の上に巻かれた。突然の死により、マヤコフスキーに対する評価は再び変わり始めた。マスコミには称賛する論調が現れ、ラップ幹部は、ヨシフ・スターリンら共産党首脳に対して、そのような風潮への抑止を求める所感を送ったが、彼らの望んだ方向には進まなかった。死から5年が経過した1935年11月、 リー・リャブリークは、アグラーノフの援助のもとに、スターリンに対して、マヤコフスキーを革命詩人として検証することを求める、直訴状を送った。この書簡に対してスターリンは、ニコライ・エジョフに、マヤコフスキーは、我がソビエト時代の、最も優れた、最も才能ある詩人である。彼の思い出とその作品に対する無関心は犯罪で、あると書き送り、 12月にはエジョフに送った書簡をなぞる形でマヤコフスキーを検証する裁定が公式に発表された。この裁定に基づき12月17日にはモスクワの外線広場はマヤコフスキー広場と解消された。スターリンがマヤコフスキーを評価した背景には同じグルジア出身であったことマクシム・ゴーリッキーのような存在の指人を求めていたという事情があった。 この政府による裁定を、ボリス・パステルナークは後に、マヤコフスキーの第二の死と評した。ソビエト連邦の崩壊とともに、マヤコフスキーに対する見方は一変し、マヤコフスキー広場は早々に元の名前に戻された。また、ソ連崩壊前のグラスノスチの進展に伴い、そのシーンについての議論が活発化した。こうした激変に対して、20世紀ロシアの 最も死んでいる詩人と評する作家や、不当な過小評価とする批評価も存在するなど、ロシア社会での評価は一定していない。ソ連末期のグラスの土に伴い、公式に自殺とされてきた死因について、それを疑い、暴殺ではないかとする議論が巻き起こった。1989年に、テレビの討論番組で取り上げられたのをきっかけに、複数の論者がこれを主張した。 特に、マヤコフスキーの周囲に、ブリーク夫妻やアグラーノフラ、チェーカーやオーゲーペイウー NKVD につながる人物が多数存在したことはこの段階で初めて明るみに出た。これらを受けて、1992年にはマヤコフスキーに関する KGB 資料が公開されたり、マヤコフスキー博物館の所蔵していた死亡時の遺品が科学鑑定にかけられたりした。加えて、 リー・ラブリークの回想録やポロンスカヤへのインタビューが交換されたり、維持であるエレーナが名乗り出たことで、死に至る晩年の状況が明らかとなった。1994年4月には、マヤコフスキーの死をめぐる、円卓会議が40人の出席者を得て、開催されている。亀山育夫は、暴殺説の主相者が根拠として挙げているものは、そのほとんどが、 状況証拠と見られるものばかりと表し、自殺か他殺かは、火を見るより明らかとしながらも、暴殺説が突きつけた多くの疑問に対し、十分な答えがなされたとも言いがたいと述べている。一方、マヤコフスキーに関する複数の役所がある、小笠原豊樹は、2013年の著書、マヤコフスキー事件の中で、資料に基づき、他殺であると主張している。亀山は、 小笠原の没後の2017年に刊行された対談形式の著書で改めて99%自殺なっています。元に戻っていると述べるとともに残念ですが小笠原さんの説はあまり説得力がありませんと指摘しているなどありがとうございます。